どっか見つけたら食べようって言ってたんですけど、奥さんとね、なかなかこれだっていう感じのお店見当たらなかった、見当たらなかったわけでもないな、あのかそういう感じにならなかったで、まあもうお風呂行くから向こうでついてから食べればいいや、腹減ったっつって向こうついてす、まず風呂待って後にして先飯食うっつって着替えない、そのまんま行ってさ、で飯食って、まあなんだろうな、俺何頼んだっけ、ちょっとの、ああれだ、なんだろう海鮮丼みたいな、要はまあなんかもうちょっとお皿に持ってありますけど、海鮮丼みたいな食べて、まあそれは普通っていうか美味しかったですけど、まあこんな感じかなって味だったんだけど、で奥さんがさ、パスタ頼んでさ、パスタはシラスとかウニとかイクラとかが乗った海鮮パスタみたいなと、これがうまくてさ、なんでこんなうまいんだろうって言った時に、どうも俺の中では、俺の解釈としてはイクラが乗ってんのが、どうもあのイクラの味がそのパスタのソースにすごく合って、それがすごいうまいさの要因なんじゃないかと思って、最近食べたパスタの中では一番うまかったと思うんですけど、イクラはさ、イクラ自体はあんまり好きじゃないんですけど、ご飯にあのプチプチで潰れたのご飯にかかるのあんまりうんと思って、あんまりいい感じじゃないんだよ、パスタソースの中でさ潰れた感じだと、それがうまさに深みの人がパスタにイクラって、イクラってパスタに合うんだなと思って、ちょっとびっくりしたんですけどね。